倉田博之は、日本の政治家。勲章は、東下大受章、ジュニー。参議院議長、自治大臣、国家公安委員会委員長、参議院議員、参議院予算委員長、参議院国会対策委員長、千葉県議会議員等を歴任した。千葉県東葛飾郡生まれ、東京学芸大学附属高等学校、成城大学経済学部卒業。 1967年、千葉県議会議員選挙に立候補し、初当選した。以後4期連続当選し、当時最年少で千葉県議会議長も務めた。1983年、第13回参議院議員通常選挙に自由、民主党公認で千葉県選挙区から立候補し、当選。以後4期連続当選。1987年、竹下内閣で、 通算政務次官に任命される。自民党内では、政和会を経て政和会に所属していたが、加藤らが宮沢内閣不信任決議案に賛成し自民党を立党した際はこれに同調せず、自民党に残留する。1995年には、参議院自民党国会対策委員長に就任。同年のオウム心理教が起こした一連のテロ事件を受けて参議院に設置された。 宗教法人等に関する特別委員会の委員長も務める。1996年、第一次橋本内閣で、実地大臣権国家公安委員会委員長に任命され、初入閣を果たした。2002年、井上博参議院議長が、公設秘書の増収は関与発覚に伴い中途、辞任したため、倉田が公認の参議院議長に選出された。 2004年の第159回国会は内閣提出の年金制度改革関連法案に関して紛糾し、議事引き延ばしの目的も兼ねた議長不信任決議案が提出された。6月5日の本会議では議長自らの身分についての議案であるため元岡、正直副議長に議事を委ねたが、元岡が議事日程を無視して3回を宣言し、倉田が 議長席に戻って参議院規則第82条に反するため参会は無効であり会議を続けるために仮議長を選出すると宣言する異例の事態となった結局参会が成立したとみなす野党と副議長が欠席する中で仮議長が選出されて議事が取り行われ不信任決議案は否決となったその後倉田の議事運営により法案は可決された 翌月の第20回参議院議員通常選挙の後、倉田は議長を退任した。2005年、郵政民営化法案の採決で、反対票を投じ、増反。2007年の第21回参議院議員通常選挙には、不出馬を表明し、当時千葉県議の石井純一を後継指名した上で、政界から引退した。2008年、 東海大受賞を受賞し、千葉県松戸市名誉市民を贈られた。2020年4月7日、心不全のため死去。81歳没。死没日をもって12位に追伸された。ありがとうございます。